はいどうもみなさん、こんにちは。スターディのコーのーゲントです。今回扱うこの整数問題、めちゃくちゃ面白いんですよ。まあこれね、数学オリンピック本戦の問題で、まあ本戦はね、たった5問で4時間の制限時間があるので、結構難しい問題ではあるんですけど、たった一つのことに気づければ、これね、解けちゃうんですよ。それがパズルみたいで本当に面白いんですね。 この問題、整数問題の基本的な考え方、そして面白さがギュッと詰まってるので、まあ、僕がね、この問題初見で解いた時に、どういうプロセスで考えていったのか、そこを合わせて解説していくので、ぜひね、そこの考え方をマスターしてください。それでは問題。2m 分の n2 乗プラス1と、ルート2の n-1 乗プラス m プラス4が共に整数となるような正の整数の組み mn を全て求めようと、この2つが整数になるような mn を求めてくださいねっていう問題なんだけど、まずはね、 これ整数問題なんだから、基本的な3つの考え方を押さえておきましょう。丸1が不等式で範囲の絞り込み、丸2が因数分解理積の形、丸3は倍数余りの利用と。まあ、これはね、おなじみですね。整数問題で必ず押さえなきゃいけない3加条と。じゃあ、今回の場合で言うと、まあ、これね、これらが整数になるっていうことは、例えば、イコール K、イコール L っていうふうに置いていく。でもね、この、 左側、n2 乗プラス1、イコール 2mk の方は、なんかね、式いじってもうまくいかなさそうなんですよね。まあこのね、丸1、丸2、丸3の観点から言うと、丸にはね、うまくいかなさそう。不等式で範囲の絞り込みは、まあこれがね、1以上っていう風に絞り込むことはできる。で、倍数余りの利用。まあこれはね、2m が偶数なわけだから、n の2乗プラス1は偶数じゃなきゃいけないと。ということは、n が奇数ってことがわかるよね。 まあこれはわかるんだけど、それ以上はわからなさそうだ。じゃあ次、こっちの方を見てあげると、こっちはね、なんかいろいろわかりそうだなっていうことがわかるね。っていうのも、このルートとね、因数分解っていうのは相性よくて、例えば、ルート n2-8 乗マイナスが整数になってほしい場合、これをね、k っていう風に置いてあげることによって、n2-8 乗8イコール k の2乗移行すると、和と差の積に因数分解することができる。で、これね、 積が定数8なわけだから、ここがね、8、1とか4、2とかいうふうに分けることができると。だから、これね、ルートっていうものはかなり因数分解と相性がいいんですね。ということで、こいつ、2の n-1 乗プラス m プラス4。こいつを l っていうふうに置いてあげると、イコール l の2乗というふうになる。じゃあ次に、うーんー、こいつをどういうふうにいじっていけばいいのかな まあ2乗引く2乗っていうものを作ってあげたいなっていうふうに思うんだけどこれね一つこの中で浮いてるものがあってそれがこの2の n 前の地上ねこいつだけ指数関数だけこの指数部分に文字が入ってきてるとこういう指数関数っていうのは整数問題の中ではあるね鉄則があってこいつが平方数だとちょっとね都合良かったりするんですよ例えば これね、4の n 乗プラス5イコール L の2乗っていう問題があったとしてまあ n と L がね整数だとしてそうすると4の n 乗っていうのは平方数でねそうしたらこいつ移行して和と差の積に分解することができるとこんな感じで分解することができて同じくここが51みたいな感じに答えを出すことができるとじゃあ今回の場合ここね指数部分 n-1 なんだけどだから n が奇数だったら平方数になる でもこれさっきやってたよね。まあ、ここの部分が偶数だから、ここの部分は偶数じゃなきゃいけなくて、n が奇数ということがわかるので、n イコール 2large n プラス1というふうに置ける。まあ、n が正の整数なわけだから、large n は0以上と。こういうふうに置いてあげることによって、ここのね、部分が2の 2n 乗っていうふうに置き換えることができる。プラス m プラス4イコール l2 乗。 そうすると、ま、あこれ L の2乗と2の2のね、2n 乗っていうので、移行して因数分解できるなぁと。ワとサの積に、ね、こういうふうに因数分解して、L プラス2の n 乗、L マイナス2の n 乗が m プラス4っていうふうにできるなって思うんだけど、このね、m がね、もう何でもいいわけでしょ何でもいいから、あー、これね、5だったら5、1って分解できるけど、m プラス4はちょっと、 ね、分解うまくできないなっていうふうに思うよね。じゃあ、因数分解ダメか、これダメかっていうふうにわかる。じゃあ次、倍数余り利用してみたいなと。倍数余り。まあこれね、この平方数っていうのは結構余りとね、相性がいいんですよ。 例えばね、3で割る余りだったり4で割る余りだったりっていうのがっまあそういう意味で余りと相性がいいんだけど今回もこの m っていうのが何でもいい以上ここがね3で割って何余って3で割って何余ってとか考えたところで m がわからない以上ねもうどうしようもないわけ。 ということでうーん倍数あまり利用できないなでも不等式で範囲の絞り込みってね、うん、この問題で不等式ってどうやるんだろうって思うんだけどここでね1個ポイントがあって実は今回ねこれを使っていくんですよ。どういうことかというと今ねこの2の n-1 乗を、まあ、n がね 2n+1 って置いたら2の 2ln 乗というふうに起けるので。 これ平方数でしょということは平平方方数数にに m 4を足しししててて全体ととなってほしいとでここでね平方数ねまあ面白い性質なわけなんですけどこれ大きくなればなるほど平方数と平方数の距離っていうのがすごいね大きくなってくるわけなんですよ。例えば3の2乗と4の2乗の差っていったら9と16だから7しかないんだけど大きくなった場合例えば100の2乗は1万でしょ で101の2乗はっって言ったらこれね差が201あるわけ要するにこの1万1から1200っていうのは絶対に平方数になりえないととすると、まあ、2の 2n 乗指数関数ってなんかね n が大きくなるとめちゃめちゃ大きくなるイメージあるでしょでその時にこの2の 2n 乗っていうのは、まあ、2の n 乗の2乗なわけなんだけどこの次の平方数っていうのが こう遠いいなっっていうイメージを持って押し分けそうするとこの m+4 っていうのは少なくともこの差を埋められなきゃいけないんでね。よろしいですかねねこの m+4 がこれ以下だったらこれ全体として当然平方数になりえないからそうするとこういう不等式が立つと m+4 は これ引くこれ。これまあ、2の n 乗の2乗っていうのが消えるので、2×2 の n 乗。だから2の n プラス1乗プラス1と。こういう不等式を立てることができると。よって、m は2の n プラス1乗マイナス3以上ですよっていう不等式を立てることができる。こういうふうにね、不等式を1個立てることができたら、 もう片方の方からまた別の不等式立てられないかなっていうふうに考えてほしい。そうしたらね、さっき、実はさりげなく言ったんですけど、こいつが1以上っていう不等式を立てることができるよね。まあ M っていうのは2の N プラス1乗マイナス3より大きいっていうのは結構、まあ、指数関数なわけだから N が大きくなると M かなり大きくなるぞっていうイメージを持てるわけ。そうするとこの M がね、大きくなりすぎると N2 乗プラス1を超えちゃいそうだなっていうふうに思うわけですね。 これをね、使ってあげると、ここの部分でうまくね、ラージ n について絞り込むことができて、まあ、これ 2m 分の n 二乗プラス1がダイナリコール1なわけだから、まあ、n をね、2ラージ n プラス1っていうふうに置き換えてあげて、こういう不等式を立てることができると。ね。2m をかけただけ。そうしたら、これ2倍してあげることによって、こういう不等式を立てることができる。 よっっててこのラージーヌの式がこののののララージージジ式式が以上になってなきゃいけませんよっていう話、ねまあこれ展開してあげると 4n2 乗プラス 4n プラス2が2の n プラス2乗マイナス6っていうふうになってこいつを移行して4で割ってあげると n2 乗プラス n プラス2が2のラージ n 乗より小さいと、まあ、こういう不等式を立てることができるねそうすると左辺はね二次関数で右辺は指数関数なわけだから n がね、大きくなると、もうこっちの方が明らかに大きくなりそうだなってことが分かるわけ。まあ、実際、これ large n イコール5っていうのを代入してあげると、これ32と32になると。で、n イコール6っていうものを代入すると、44と64になって、これダメだね。よって、こっから n は0以上5以下と、こういうふうに範囲を絞り込むことができるわけね。 まあこれね、6以上の場合はダメだっていうことは簡単にね、数学的機能法で示せるので、ぜひね、挑戦してみてください。ここまで来たら、ラージエヌがが0以上5以下。ラージエヌって何だったかというと、n イコール二ラージエヌプラス1。なわけだから、n がね、絞り込めるね。n が 1, 3, 5, 7, 9, 11という風うに絞り込むことができて、あとはね、これ一個一個試していくと、 n イコール1の時は 2m 分の n2 乗プラス1は n2 乗プラスが2になるから m 分の1が整数になってほしいということは m イコール1で確定じゃあその時に2の n マイナス1乗プラス m プラス4が整数になるかなって考えたらこれならないよ、ね、じゃあついて n イコール3の時この時は n2 乗プラス1っていうのは10になるわけだから m 分の5が整数になってほしいということは m イコール1または5じゃあその時にここの部分がね整数になるためにはこれ二の2乗4 たす、M たす4だから、M たす8が整数。ってことは、M1 入れれば、ルート9で3になるよね。だから、M イコール1の時、OK。で、M イコール5の時はダメだね。じゃあ、同じように、N イコール579の時を調べていくと、まあ、これはね、全部、NG だね。 で一方 n=11 の場合を考えていくと11ね代入したら 121+1 で122に約分して m 分の61が整数になってほしいと。ということは m=1 または61っていうふうに絞ることができてこの時ねこのルートの部分はって言ったらルート2の10乗プラス m プラス4。 これに m イコール1を代入したとしても、これ平方数にならないんだけど、m にね、61を代入してあげると、ルート2の10乗、プラス61足す4。これちょっとね、工夫して64足す1っていうふうに置き換えてあげると、これ2の6乗っていうふうになるわけだから、ルート2の5乗、プラス1の2乗というふうに置き換えることができるので、整数になるわけなんですね。以上より、答え、N イコール3の時、m イコール1、n イコール11の時、m イコール61と、 こういうふうに求めることができるわけです。よろしいですかねまあこの問題ね、結構ね、発想として難しいんじゃないかなとは思うんですけど、でも結局ね、やってることは基本に忠実なわけですね。まずは整数問題の3パターンっていうものを常にね、念頭に置いて考えてあげると。で、その過程で、まあルートだから、 え、因数分解かなとか、あとはね、こういう指数関数平方数だとすごいんだよなでも倍数あまりもうまくいかないなとってことは不等式で範囲の絞り込みなんかないかなっていうふうに考えた末に、あ、ここの部分が平方数。で、平方数と平方数の差っていうのは、意外と飛び飛びなんだと。この飛び飛びなんだっていうことに気づければ突破口が開けてくると。まあそういうね、パズルみたいな面白い問題だなというふうに思いました。 こんな感じで今後も面白い問題たくさん紹介していこうと思いますのでぜひチャンネル登録、高評価そしてこういう動画撮ってほしいよっていうものをコメントに残してもらえると嬉しいですということでまた次回の動画でお会いしましょう